もうスターがいなかったら、もう何にもできないよって。もう、味噌もクソもないっていうか、意味も全くナンセンスだっていう事例のもう最たるもの。プロジェクト A。プロジェクト H っていう私あの、プロジェクトを掲げている、その大元になった、プロジェクト A というジャッキーチェーンの代名詞的な映画。皆さんご存知ですか見たことありますかなかったら、すぐに、アマゾンプライブでも何でもいいです。ね。YouTube でも何でもいいんで、ソフトじゃなくてもいいんで、見てください。 もう伝説の時計台からの落下。10メートルぐらいかな。15メートルかちょっと忘れましたけど、実際の生身でね、この時計台にガってぶら下がって、そのまま力付きで落ちるスタント。まあ、あれはもう事故だね。事故を映画化したって言っても過言じゃないぐらいの壮絶なシーンがあるわけですよ。 まあ、たまたまね、その映画はジャッキーが監督も兼ねてるので、えー、ジャッキーのドグランド偏見で、登って、試して、まあ、サムハンがね、んなバカなことをやるなよって、クレイジーだよって言われながらも、<laughs> 何日間もぶら下がって、それでやめて、ぶら下がってやめて、ようやく何日か目でやったっていうぐらい、もう本人もすごい、まあ、ジャッキーが監督本人だから、はジャッジするのは本人だから、非常にためらいがあったっていう <laughs>、デンジャラスシーンなんですけど、 実際にですね、これは監督がいたらどう思います別の人が、ちゃんと普通に別の人が監督をやってて、ジャッキーが役者だけに徹してたら、どうなりますか例えば、脚本に、時計台に手錠はめられながらぶら下がって力尽きて落ちる。ねドラゴン。っていう風に書いてて。で、監督がで、今からそのシーン撮るから、時計台ぶら下がってくれ。ね <laughs> ?10 メートル落ちてくれ。 言うの簡単ですよね。まさに言うは易しですよね。行うは難しなんですよ。言うは安く、行うは難しわかります命令する方も、もちろんいろんな指示の仕方とかあります。細かいことはあっても、やはりやる方と命令する方、やる方が、<laughs> 本当に難しいというか、すごいことなんですよ。皆さんそうでしょ 命令するのは誰だってできるじゃないですか。ね。見てる皆さんだって、ジャッキーに命令するのは誰でも簡単にできると思いますよ。ジャッキーのことだけ信頼してたら、ジャッキーだったらできるだろうと、鷹をくぐって命令すればいいだけなんですから。ね。こうやって椅子にこうやって、今私がこうやってふんぞり返ってるみたいに、はい、っていう感じで、あ、やれよ、っていう感じで言えばいいんですから。飛び降りる方どうですか命がけでしょそこなんですよ。つまり、 私がアクションから派生したそのアクターという存在。アクター、つまり役者ですよ。役者を本当に崇拝するスターこそ全てだと言い張る。もう、ゆえんは、このジャッキー・チェンの時計台落下シーンが、如実にそれを証明してます。体現してます。ね。やる方は大変。言う方は簡単。この、もう、どうにも覆らない、この一一関係。 だから私は監督はどうでもいいとは思いません。でもそれ以上に役者は何億倍も重要だしすごい言われたことをそのまま実践してやるっていうのは本当に難しいしすごいことだってことをね皆さんに分かっていただきたいんです。だから皆さんすぐにねプロジェクトへ見てください。私の言わんとするところ本当に骨身に染みて感じますから。そのきっかけを作るに過ぎないんですよ監督というのは監督は主役じゃないんです。 監督が主役だったら、監督がずっとカメラの前で、イエイイエイってアピールしていればいいだけの話じゃないですか。でも、あえて裏に徹して支持するっていうことは、光輝かせたい対象がしっかりとある。それがスターなわけですよ。スターがいなければ、すべて監督が描いた妄想や幻想は夢物語になります。でも、役者がそれを体現することによって、夢が現実、dreams come true。現実になるんです。絵に描いた餅を、 光輝く、夢に昇華するものこそ、俳優、スター。ならばね、スター主義が、あるいはミハーのガーってスターにキャー,ガーっても浸水するね、そういった光景を見て小馬鹿にすることなんて、絶対できないよ。地球ひっくり返ってもできないって、逆にですね、裏を返せば、裏方がいなくても、 監督とか、照明とか、まあ、カメラマンがいなくても、自分さえいれば、つまり演者さえいれば、やる人がいれば、作品っていうのは成り立つんですよ。作れるんですよ。つまり、プレイヤーやアクターさえいれば、ものは成立するってことは非常に多いです。皆さんね、小さい時、野球、草野球ってしたことあるんです。あると思うんですが、サッカーでも何でもいいですよ。真っ先に、チームメイトを募ったでしょう。 数合わせで。野球だったら9人かな、えー、サッカーだったら10人か。野球だったら9人かなちょっともう忘れたな <laughs>。忘れましたけど、選手だけを集めたでしょ当然。ドッジボールするときでもそうですよ。審判から集めました。監督から集めました。コーチから集めました。そんなの自分たちでやりませんでした兼ねてるじゃないですかみんな選手が。 もちろん、レベル運動を言ったら、なんか、いいコーチについてとか言ったら、まあ、キリはないですけど、まず原点としては、とっかかりは、皆さんね、演者が全てやってたと思うんです。プレイヤーが全て兼ねて、みんなで遊んだじゃないですか。つまり、メンツさえ、やる人さえいれば、ものは成立するわけですよ。映画とて同じです。私はね、ジャッキーチェンがものすごい大好きなのは、全部自分が、つまりスターが、 編集も、まあ、カメラはどうかなへ、まあ、カメラはどうかわからないけど、へ、脚本ですね。脚本とか制作とか、あるいは武術指導。武術指導なんで、まあ、まさにその最たるものなんですが、ジャッキーチェーンはすべて裏方は自分で兼ねるんですよ。自分で全部コントロールしたいがためにね。で、ものを作るわけ。別に監督の教育を受けた根っからの監督マンではないんですよ、ジャッキーチェーンはね。 ま、現場にはたくさんいろんな経験したと思いますけれども、まあ、監督目線で言ったらズブの素人ですよね。でも自分のことは自分が分かってるってことで、すべて自分が演出したりとか、あのー、まあ、自分が武術指導、ね、え、盾を、えー、指導したりとか、すべてやるわけです。ね、時にはカメラ、カメラを覗いてチェックしたりとか、カメラマンの役割もしますし、特にすごいと思ったのは、彼、すべ、すべてフィルム時代から、編集を自分でやるわけですよ。20、 後半ぐらいで。すごいですよ、これ。日本の映画業界から置き換えると。めちゃくちゃソース感喰らいますから。そんなことをやったらね。でもやればいいと思うんですよ。自分がそこまで好きだったらね。ジャッキーとか、特にサモハン。まあ、黄金期ね。80年代香港映画というのは、役者がカメラマンとか、まあ演出とかを全て兼ねてたわけです。カメラマンはちょっとね、 詳しくないけど、武術指導とか、あるいは制作とかを、全部兼ねて、役者総出で,で映画を作ってたわけですよ。時には、えー、音楽家が役者をしたりとか、まあ、役者もする音楽家がいたりとかね。もう何でもするわけ。出る人が。すべて兼ねるわけですよ。それで、前世紀の80年代のジャッキーサムハン映画って言ったら、ファーストミッション、大複製、そしてポリストーリー。すごい完成度ですよ。 これ生地ですね。プロの監督がついて作る。そういった下手なそういう映画よりも、圧倒的完成度を残ってるんで、皆さんこれは見ていただいてわかると思います。で、ファーストミッションも、まあこれはね、あの、元祖レイマンって言うて、結構ね、えー、知恵遅れのお兄さんと、えー、弟の、まあ、非常に涙。 なしでは見られない映画があるんですけれども、ガンソレインマンって言われてる映画。あれもですね、サモハンが一応監督はしてるけど、監督不在の時には別の役者が監督をやったりとか、すべてなんか役者がもう穴埋めし合って作,作った、まあ、継ぎはぎだらけの即席、なんかインスタント映画のような、その風景なんですね。でも、もう作品の完成度が圧倒的なわけですよ。 つまり作ればいいんですって。誰が作ったとか、彼が作ったとか関係なく、出るメンツさえしっかり抑えてたら、誰が作ろうが、ある程度のものはできるというか、むしろ、そっちの方が、すごい面白いよって、すごいエキサイティングに胸に、その、訴えかけるよっていうような、 そういう出来なわけですよ。そういうノりなわけですよ。裏方だけだったら手も足も出来ないけど、そうですよね。まあ陸上でも何でもそうだけど、走る人がいなかったら何も出来ませんよね。でも、逆に、役者さえいれば何でも出来るわけです。で、もっと身近なケースで、皆さん見てるんですよ、すでに。何かというと、YouTube、これこれ私の映像わかりますよね。私が出て、これ主演でしょで、私がカメラを回して <laughs>、 そして、私が一応頭の中で台本をメモをしてね <laughs>。で、あ、こういう順序で言おうっていうような、頭の中にインプットして、で、それを思い出してやってるわけなんですけれども、だから台本もあるわけですだから脚本も兼ねてる。照明。これね。光でちゃんと当ててるんですよ。暗いですからね、ビデオは。だからしっかりと照明も当ててる。すべてやってるわけ。まあ、私の初監督作、兄弟喧嘩券もすべてやったし。だから、YouTuber こそですね、まさに、 ジャッキー・チェンの原点っていうか、ジャッキー・チェーンが YouTuber の走りだったのかなっていうふうに僕は思ってるわけですよ。みんな、ジャッキー・チェンのやり方を周到して YouTube でやってるから。で、YouTube では全然裏方のことは意識しないでしょあ、これはカメラマン誰だろうとか、照明誰だろうとか、脚本側誰だろうとか、全然テロップに出ないじゃないですか、ほとんど YouTube は。割り切っても、完成作だけで満足してくださいね。完成品こそ全てですよっていう、非常に潔いスタンスでしょもう本当 YouTube がまさに私の言いたい一番の理想を先走ってるっていうね。体現してくれてるっていう。だから私も YouTube やり始めたわけですよ。一番ジャッキーズムがほとばしているメディアだなっていう、媒体だなって思ってるんで、YouTuber にそれを気にする人がいないのに、なんで映画に限って脚本家を知らないとねとかね。なんか、もう先に脚本家から入る <laughs> 先に監督から入る 順序逆だろって。先に被写体から入れよって。YouTube なんてそうじゃないですか。まず、やることないけど、まず自分は撮っちゃえということで、自分ありきで撮るでしょで、後で台本とかは撮っていったりとか、あと照明とかつけていったりとか、いくらでも後付けで、あの、用意はできるわけです。でも衝動に駆られて、撮りたいどうしても撮りたいどうしても作りたいという衝動に駆られて、被写体自分一人でやり始めるじゃないですか。YouTube は。 それ全然普通じゃないですか。不自然じゃ全然ないじゃないですか。だったら映画だってそのノリでやっちゃえるじゃないですかっていう。つまり、大概聞かないのはあなたなんですよ。自分ですよ。つまり YouTuber だったら主です。主人公です。主人公さえいれば、ね。裏方の用意とかは後でいくらでも来れるし、カメラ一つでもやっているヒカキン的な例もありますし、ね。来っても来らなくても、 自分に魅力があったらいくらでもできる。なぜならば。自分こそが代替できない唯一無二のスターだからなんです。そんな大事な自分の魅力をね、逆に削いでくる。削ぐ監督や裏方は必要ありません。即刻首にしましょう。で、これね、ジャッキー・チェンは別のね、監督さんの作品に出る時でも平気で自分の流儀じゃないねと思ったら、更迭するわけですよ。まあ、結果的に更迭だね。 あの、お前首ラって言ったかどうかわからないけど、まあ、例えば水ツ2。さっき話したケンのパート2じゃなくて、ジャッキーが出てるパート2があるわけです。それが1994年の水ツ2なんですが、それは、ラウ・カーリオンっていう非常に名高い監督さん、武術指導家が監督して、まあ、彼の作品に出るような感じだったんですけど、まあ、ジャッキーはね。それがですね、 やっぱ自分の流儀と違う、自分のアクションの流儀と違うとちょっと意見の食い違いで、最終的にジャッキーがその絵が乗っ取っちゃって、監督まで兼ねて追い出しちゃったんです。ラウカーリオン、それだったら私はもう降りるっていうことで出て行っちゃった。でも、クレジットとしてはラウカーリオンって残ってるけど、名前だけ残ってて、最終的にもうほとんどの、そのラストのバトルとかは、ほとんどジャッキーが演出したって言われてるんですよ。すごいでしょ、ジャッキーちゃん <laughs> つまり、 ジャッキーは観客が何を見たいかっていう映画の本質を分かってるわけです。自分を見たいんだろって。監督なんて変わっても自分さえいれば全然問題ないじゃんっていうノリね。で、もっとすごいのは、プロテクターっていう1985年に作ったね、まあジャッキーの前世紀に作ったアメリカ映画があるわけです。これジャッキーが監督したんじゃなくて、ジェームズ・グリッケンハウスっていう、なんかね、 エクスターミネーターっていう映画かなちょっと私も詳しくないんだけど、なんか非常に過激な映画を演出してしたことで有名なジェームズ・クリッケンハウスっていう映画監督がいて、その人のポリスノにジャッキーは出たんですよ。バディノですね。まあ、ラッシュアワーの原型みたいな映画なんですが、それも、これジャッキーは <laughs> 一度と撮り終えたんですよ。でも、撮ってるうちになんか不満だったんですって。 これじゃない感がありありだったようで、で、最終的に香港に戻って、同じ名前の同じ映画のですよ。ラストだけ変えて、ラストバトルだけもう特化して、バトルが迫力なかったってことで、自分が演出したプロテクターのバージョンを作り上げちゃったんですよ。それが香港バージョンって言われてるんですが、実際の出来は、やっぱりジャッキーが作り直しただけあってですね、えジャッキー監督バージョンの方がはるかに出来は良かったんですが、 すごいでしょこれ監督のこと思ったら完全に当てつけ行動じゃないですか。お前の演出気に食わないっていうことで追い出すんじゃなくて、それはそれで一応取り終えて、香港に帰って母国に帰って、ラストバトルだけ自分が演出した新しいバージョンのプロダクターを作っちゃう、同じ映画を作っちゃってるんですよ。この肝っ玉、どれだけ自分大好きなんだっていうね。 だから、つまり作品のためだったら、監督だって何だって、そんな義理も言えんもないと。いくらでも変えると。いいものを選ぶ。つまり自分が一番いいんだっていう自己愛が、もうジャッキーの素晴らしいところなんですね。そこで、私も、こんだけ裏方興味ない人間が、なんで監督もしてるのって言われるかもしれないんですが、これははっきり言って、超シンプルです。自分のやりたいようにやりたいからですよ。 つまり、監督がやりたい、あの、職業監督になりたいわけでも何でもないんです。私は出て何ぼの人間なんで、見たらわかるようにね。兄弟喧嘩券は例外ですよ。あれは脇役しかちょろっと出てなくて、ほぼほぼ全部裏方だったんですが、他は、すべて、この YouTube の番組も、自分出てこその番組しか作ってません。基本的にはね。つまり、監督はやりたいわけじゃないんですよ。 出てるついでに監督もしてるだけで。出てるついでに照明もカメラマンもしてるわけ。つまり完全なジャッキースタイルなわけです。それだけ好きなんですよ。自分を一番うまく演出できるのも自分だし、一番自分のかっこいいアングルを知っているのも自分だからカメラも自分でやるし。ね。自己愛なんですよ、結局。監督がやりたくてやってるわけじゃないと。 全て自分のコントロール、自分の意のままに操りたいから、監督も兼ねてるだけで、私は職業監督にさらさら興味はありません。自分にしか興味ありません。だからうまく撮れるわけです。自分に興味なくしてね、自分をうまく撮れませんよ。写真でも何でもそうです。全ての大元は自分さえいれば何でもできる。もちろん足りないところ、できないことは外注したりとか人に頼りますよ。でも基本は自分がいれば、 なんとかなるんです。自分さえ映れば、少々カメラが安物でこれは良い,いものですけど、安物を使ったとしても、被写体がカバーする。いや、補ってもあまりあるオーラを放つという自信があるから、堂々と撮れるんですよ。だから、物にも執着せずに、大悟さんみたいにスマホでも撮れるしね。つまり、自信こそが最大の源。自己愛こそが、最大の作家性だっていうことをね。 多くの役者、多くの被写体、多くのプレイヤーには分かってほしいです。